久保さん、欲望の、欲望にまみれろにしましょうか。まあ以前ね、ランボルギーニの話題がこのね、奥満長者会社で出てね、あの、いろいろと久保さんにご指摘いただきまして、まあその通りだな、と。まああの、頑張ります。<laughs> まああの、なんかね、オープン会一個買いたいんですよ。久保さんもう車さすがにいらないと思いますけど、<laughs> 4台5台あれでしたっけ 僕のオープンカーはね、1個欲しいんですよ。だから今、そのランボルギー・ユラカンのオープンカーか、BMZ4 のオープンカーか。でも、BMZ4 のオープンカーの方がスマートかなと。まあ、その、まあ、ぶっちゃけ僕のね、R34、うっさいんですよね。<laughs> まあ、別にいいんですけど。 まあ、ランボもうるさいじゃないですか。てうか、うるさいのがエンタメなんで、あれなんですけど。でも、絵的に言うとランボなんですよね。でも、スマートだったら Z4 なんですよ。僕の中では。うん、だからちょっと、オープンカーは絶対買おうかなって思ってるんで、頑張ります。オープンカーはね、なんで買おうかなと思ってる。 この絶対買おうかなとこう思った理由は沖縄行くとね僕毎回沖縄もう4回ぐらい行ったんですけど必ずオープンカーを借りるんですけどで沖縄の街をねオープンカーで走るわけですよもうめちゃくちゃ最高なんですよだからオープンカーにしかない価値があってめちゃくちゃいいんですねもうほんと最高です、ね、まあ沖縄走ってるってうのもあるんですけどだからあれはその34じゃ出せない価値なんで オープンカーめちゃくちゃいいっすよ。うん。だからオープンカーは死ぬ前に絶対買います。オープンカーは。うん。だから鹿児島の、鹿児島もまあ、綺麗なとこいっぱいあるんで、鹿児島オープンカーで走ったらすげえ良さそうだなっていう。うん。まあそれで、まあオープンカー買います。はい。まあランボルギーニウラカン、スパイダーか Z4 かまあまあまあいろいろ探します。とりあえずオープンカーですね。うん。 だからまあ欲望何かねようあ,あのブログにも書いたんですけど他者と比較しないっていうのも結構生きる上でね生き抜く術としては非常に有効な手段なんですよ他者と比較しないっていう自分軸で生きていくっていうただどうしても人っていうのは影響されますし欲しいものもあるしだから僕が幼少期その貧乏だった時に その他者と比較するとまあうちはうち人は人うちはうち人は人っていうね母ちゃんにずっと言われてきたんですけどあのー、まあ比較するとしんどいわけですよだって比較するとうちはなんでこんな貧乏なんだ買えないっていうきついのでだ比較するっていうことを結構幼少期からやめた部分はあるんですよねだけどまあお金をこう稼げるようになって思ったことが なんかお金を勉強してね、お金,お,金てお金を稼げるようになって、欲しいものっていうのは自分の意思で頑張れば手に入ると。じゃあ頑張ればええやんっていうね、本当になんかその、不平等じゃないんですよ。少なくてもね、この動画を見てるとか、デバイスあるとかね、まあそのまあ、国によっては別ですよ。生まれた瞬間から戦争とかね、あのもうまあもきついとか、そういう環境下でい。 生まれたんだったらわかんないですけど、少なくても動画を見れる環境、動画を見れる環境があるとするならば動画ができる環境もあるわけじゃないですか。だからまあ、やろうと思えばチャンスは無限大なわけですよ、日本って。で、稼ごうと思えば、うん、今稼げるわけですよ、インフラも整ってるし。だからまあ、うん、欲しいものは手に入られるんだから、死ぬ前に手に入れて、えー、体験して、勝ち手に入れて。で、 うん、死んでいけばいいんじゃないかなと思いますね。うん、だから欲望を叶えることはできるよと。自分の采配で、うん。だから、なんか我慢するんじゃなくて、そこはが稼げばいいだけなんでね。<laughs> うん、でも、よ僕がちっちゃい頃、小学校2、3年の時はお金を稼ぐっていうのは、まあ、もちろん分かんなかったし、早く大人になりたいなっていうのはあったんですけど。 今はね大人になったら自由なわけじゃないですか別に就職先も自分で選べるし自分の選択でね住む場所も別に自分で選べますよねうんあとネットビジネスでやるかやらないかも,もうん、選べるし全部選べるんですようんであとはじゃあその欲しいものが手に入れられてないっていうのは単純に選択してないだけですよね 久保さんが40から始めてねネットで大当たりしましたって言って言ってねずっと言ってんのにやってない <laughs> まあじゃあ自分もできるんですかはわからないけどもそれは自分がそう思ってるからできないだけであって <laughs> 自分はどうしたいのかって話ですよねでもチャンスはあるよとその,そ,のそのチャンスをつかむかつかまないかも自分の意思だし決定だしでも今の例えばアルバイトをずっとやっててランボルギーニを買えるかまあ無理でしょうね さすがに難しいと思います。うんもちろん、その、本当に車が好きで、年収2、300万でフェラーリ乗ってる人もいますよ。いるんだけど、結構きついですよ。さすがに。うん。だからまあ、まあ、うちは稼げば買えるんで、だから値札がついてるものは買えるんですよ。だからこれも学んだんですけど、世の中に値札がついてるものあるじゃないですか。それはお金稼げば買えるんです手に入るんですよ。 ただし、値札が付いてないものは手に入んないですよ。例えば値札が付いてないものは何かっていうと、なんだろうな、愛とかね。愛に値札ってなかなかつかないですよね。難しいですよね。とか、友情とかね。友情にもちょっと値札つけられないですよね。とか、あとは、ん信頼とか信用、うーんー、信用はまあお金あるか。ね、信用取引とかね。<laughs> まあ愛とか友情とか、 絆ととかは、まあ、ちょっとお金で,買えないで,すよ、ね、でもお金で買えるものは大半じゃないですか。だかそこに関しては頑張ればいいんじゃないかなと思いますね。いってらっしゃい。